死を呼ぶ追跡者ついてるキラーなんか多いな。あれついてるとね、初動ミスんないからね、いきなりチェイスできるから結構強いんだよな、最初は。から消えゆく灯火ついてるやん。でガソスタね。お、デモゴルゴンじゃん。やばい、同じ起きてる。デモゴルゴンだ。復活したからな、デモゴルゴン。デモちゃん、お、ユノの正面。どっちについてんだろう、フェンちゃんかじいちゃんか。ファイトです、ありがとう。ってことはユノの正面の人と一緒に動きたい。じいちゃんか、じいちゃんの方ね。じいちゃん のんきに鍵じゃない、チェスト開けてたわ。こういう時この真ん中行きたいよね。こういう真ん中はほんと直しづらいから。わかる？じいちゃんここだよ。わかる？おお、わかる？わかってるね。このじいちゃんわかってる。ただ伊達に年を取ってない、ただ年を取って経験値積んでないじいちゃんじゃなくてよかった。時間だけ過ぎてってる人だじゃなくてよかった。ちゃんと経験値積んでるじいちゃんや。ここ直せんでかいよ。もてつ入るかな。しゃあない、一回。さすがにバレた、大丈夫で救助行くか。まだあれだよね、なんだっけ、あの発電機決定位置分かるやつ、隠れ話か。まだ使えないんだもんな。経験値積んでるじいちゃんでよかったわ。だここなのよ、ここだから。フック吊るされた人はここにも発電機があるっていうの分かってるはずだから、ここ直してほしいんだけどね、本当は。こういう感じにね、ここと、まああと建物の中かな。じいちゃん頑張ってるよ。お、フェミン来た。フェミンは、あそこか、あそこ直したのか。ほら、しかもほら、じいちゃんちゃんとね、さすが、あの直ったところ、しかもマップの端、もう完璧だね。俺のいつも解説してる立ち回り、直ったところに行って素晴らしい。で俺もちゃんとずっとここつけてたから、しかもフェンミンもちゃんと気づいて血を直しに来た。これうまいよ、これうまいよ。みんな、はい、回復してあげてもいいな、これ。俺あの植物学の知識早いから。よく頑張ったね、おじいちゃん。おい。で、あとじいちゃんとだな。じいちゃんと一緒に行こう。もう多分発電機の位置は、ま、固まってないから。できればあっち側かな？あっち側直せればいいけど。そこで追われてる。じいちゃんと直した方がいいな。有能の正面あるしね。真ん中行く。あの、小屋あたり行ってもいいけどね。そこね。有能の正面があるときはもう、ガンガン。あ、これワンチャン。あ。ワンチャン肉壁いけたな。まあまあまあ無理せず。バレたか、さすがに。大丈夫。
ここは落ち着いていこう。はい、オッケー、はいよ、これは1回目だからうーん、奥逃げるか、治ったところ、ここ弱いね、あーそこにいたのか、よしライト救助、うちに起こせない、あーイタスタンもいけるけど、うんー、なんか別々で直してんな発電機を。デモゴルゴンはシュレッドがね直線強いから、直線になったらかわす、最後のシュレッドちょっと早かったな、いけると思ってそのままいったんだけど、1回目でじいちゃんの方に入ったから、多分ペンミンは救助に来れるはず。ペンミンどこ直してる、あ一緒に直してんのか、なるほど、いいよいいよ、でおゲート近い、ゲート近いから、そう分かれて、こういう時はねダウンしてもいいから、同じ方向に逃げる時あるからねたまに。キラーに情報をね与えない、複数の情報を与えちゃいけない、おなんだそれは、一回抜いてもらって、でゲートか救助だな、救助とゲートさあ、ゲートは後でだ、じいちゃん抜いてから、あれでもフェンミンの方行きそうだね、フェンミンの方行くんで俺が耐えてくれよ、じいちゃんを抜きに行く、救助、そのままゲート開けちゃうか、ペンミンはまだリーチじゃないから、はい、この時もあれよ任せ、俺早いから逆境魂、この時もゲートからね離れる、ペンミンがちゃんと離れたから開けられると、どうしよう、これ開けちゃうか、あ待てよまだだ、回復間に合うか、開けちゃおう、開けてこっちに引き寄せて、そしたらじいちゃんいけるんじゃない、アイムフリー、どうだろうな、でもじいちゃん回復してたな、間に合うかな、回復はできた、でゲートは開いたよっていう、諦めたか、いやでもみんなうまかったね、2万6000円みんなうまかった、なんかちゃんと理解してた、じいちゃんもフェンミーもミカエラも、デモゴルモンも楽しかったね、なかなか会えないからな、デモゴルモンいい試合だった、これも勉強なる試合。